り来たか。俺がここにいることが不思議か。あの時の落盤は魔王山の仕掛けなどではない。俺はあの時魔王像の秘密に気づいた。その瞬間俺の今まで抑えていた気持ちが爆発した。お前を出し抜いて俺がアリシアを救おうと。そしていかにも仕掛けられた罠のように俺は魔法を唱えた。いかん、ここは危険だ。早くここを出るんだ。面白いほど簡単に引っかかったぜ。ハッシュが無様にもおっちんだ後だったしな。あとはてめえを絶望のどん底に突き落とすため大殺しの罪を負わせた。だがてめえはここに来やがった。てめえはいつもそうやって俺のしてえことをぶち壊しやがる。昔からそうだ。俺がどんなに努力してもてめえはいつもその一つ上を行っちまう。決勝の時もな、俺があの夜どんなに苦しんだか。てめえなんかに分かられてたまるかよ。だが俺は今までの俺じゃねえ。今こそてめえをぶっ倒し、てめえの引き立て役だった過去に決別してやる。あの世で俺に詫び続けろ。行くぞ。
が。またかよ。ストレイボー、あなたはなぜ来てくれなかったの？私は待っていたのに。この人は、ストレイボーは来てくれたわ。この人はいつもあなたの影で苦しんでいたのよ。あなたにはこの人の負ける者の悲しみなどわからないのよ。ストレイボー、もう何も苦しむことはないわ。私が一緒にいてあげる。とおっしゃいましたね。とても勇敢な戦いぶりでした。喜んであなたの妃となりましょう。今は私とあなただけ。これからは父上よりも
いいえ、誰よりも。あなたを信じます。姫はお前が助けに来ると信じている。信じてくれる者が一人でもいる限り、その人間を。信じるのだ。じゃがな、わしはこう思う。ここで人間を憎んでは負けじゃ。かといって自分の心に嘘をついてもいかん。じゃからわしは命を懸けても魔王ではないと訴えるしかないのじゃ。じゃがお前はそれではいかん。お前はまだ若い。はしやわしが命を懸けて守ったものを守り続けるのじゃ。陛下、貴様、陛下を皆の者を出会え、出会え。どうされました、陛下。そなたが陛下を。なんということ。もしや勇者ハッシュもストレイボーも皆そなたが。魔王だ。貴様は魔王だ。私にはもう何も残されてはいない。帰るところも愛する人も信じるものさえも。魔王などどこにも居はしなかった。ならば、この私が魔王となり、自分勝手な人間たちに
その愚かさを教えてやる。私は今より人間などではない。我が名は魔王オディオン。